さあそれではフォーメーションご覧いただきましょう。ホームのアスルクラロ沼津は4バックです。ゴールキーパーは大友、ディフェンスの選手は右から安西、後藤、藤崎、そして左サイドバックに今日は大迫がスタメンです。アンカーを置く形で菅井がワンボランチ、そしてその前のレスに右から染谷が復帰しました。ベテラン染谷復帰、そして宇龍、鈴木健志郎、左に高橋、ワントップに今日は今村、今シーズン初スタメン。さあそれではアウェーの福島ユナイテッド FC の予想フォーメーションです。ゴールキーパーは元日本代表の山本海斗、清水出身、3バックで福島、そして川西、鎌田、中盤右から吉永、こちらは鎌田、ひろむ、そして上畑、左に田中が復帰、そして11番の幸江と樋口がツーシャドウ、ワントップに長身のイスマイラが入っています。菅井、後藤、大迫、裏を狙っていく、ちょっと長いか、追いつく、越えた、シュート打てるか、今だった。今村のシュートは阻まれた。今日今シーズン初スタメンの今村、ここでキーパーをかわして、大迫が少し落ち着かせて、今度は右から菅井、早めに上げていった、胸で落とす、シュート打った。ここも決めきることはできなかった。スローインで開始しています。菅井から裏を狙ってくる。さあ11番の染谷が出た、トラップした、ちょっと外にトラップした、中を見ている、うん、さあゴールキーパー山本海斗がキャッチしました。急ぎません、右へ通りました。ファーにイスマイラがいる。ああイスマイラの前でタッチがありましたけど、このイスマイラシュート決まった、ゴール。ああ今シーズンこれで9試合で5点目となりました。イスマイラ見事なゴールでした。見事にゴール左に決めました。一旦こう跳ね返したといいますか、ルーズになったボールに対して見事に先にゴールに向かったのが福島でした。沼津はここまでなかなかその攻撃の形というのがですね、続けて出せないという感じなんですが、さあイスマイルから幸江、バタスライシュート打った、ポストの右です。シュートは右から上がってきました。沼津ようやく奪いましたが、もう一度福島ボール、ショートカウンターになるのか、ペナルティーの中シュート打った、左に抜けていきました。今の場面です。ここで鈴木健志郎のところでカットされました。そしてこの辺り狭いところ、最後樋口のシュートでした。福島ボール、つなぐ、サイドを変えた、ここはフリー、その向こうにも1人選手が走っている、真ん中にイスマイラがいる、イスマイラスルーパスを要求しているが、サイドに開いていって、今度は左からのクロスになる、クロスが入ってくる、イスマイラヘディングシュート、ゴールキーパー大友のキャッチ、少し戻りながらだったですかね。さあまだ福島クロスが上がってくる、胸トラップをして落としたところ、シュートを打ちましたけれども、クロスバーを越えました。明日か広域公園多目的競技場で行われています、アスルクラロ沼津 VS 福島ユナイテッド FC。あここで長い笛が鳴りまして、タイムアップです。1対0、ご覧のように福島ユナイテッド FC がアスルクラロ沼津を下しました。イスマイナの前半20分のゴールでした。